今日昼ね、久しぶりにみんなと、はい、ランチをしたんですよ。いいじゃないですか。僕とヒカックさんと、はい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 、あの仲良しのね、うん、そうそう、コハロン、ポンピー、コメショーで、義賊さん、義賊さんも来たんだ。義賊さんも来た、珍しい。はい、そう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 、で楽しかったっていう話です。もうちょいくださいよ。楽しかったって話です。どんな、あ、楽しかったのと、はい、コメショーが遅れてきたっていう話です。義賊さんは30分前に着いて、コメショーは遅れてきたっていう、ね、かなりコメショーのネガキャンになってますけど大丈夫ですか？いや全然大丈夫、全然大丈夫。そんなみんな気にしてない、全然気にしないです。はいはいはい。でコメショーは、はい、そういうの集まるたびに、はい、あの 前、うんうんうん、前僕とずっと前ね、はい、半年以上前かな、僕とヒカックさんと、コハロンさんとポンピーで飯食った時に、うん、なぜかヒカックさんが激辛ペヤング持ってきたっていう。確かにあれ、この前僕久しぶりに動画見たんですけど、はい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 、あれもう1年前って知ってます？1年前か、1年前、1年前、うん、でコメショー巻き込まれて激辛ペヤング食うってやつで相当ビビってました彼は。あ、今回もね、今回も集まってくんの。そりゃそうでしょ。前回だって、うん、ランチしようって言われて誘われて、うん、何にも言われずに激辛ペヤング食わされたわけなんで、うん、そう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 、何にもただ集まって、はい、うん、しかも多分コメショーとヒカクさんとか初対面ぐらいの、ぐらいほんとそんな、うん、ぐらいの感覚で、はいはいはい、でなんかランチ来るから、あ、せっかくだから僕も行きますみたいな、ありがとうございますみたいな感じで、 お邪魔しますみたいな感じで来たら、ちょっとこれから激辛ペヤング罰ゲームで食うんだけど、コメショーどうするとか言われて、いやいや、罰ゲームで負けてないコメショーも食うみたいな、なんか悪いノリがありました、ね、悪いノリだった。よく今日来ましたね、逆にね。一番悪いのは、どっちでもいいけどどうするコメショーみたいな。いや、この前だって言ってました、あつくら飲みの時に言ってましたよ、あんた断れるわけないじゃないですかっつって言ってた、言ってた。発信者で断れるやついるんすか。あれは本当に悪いことした。本当に悪いことした、あれは。本当に悪いことした、コメショーには。いや、でもよくね、来ます、うん、来ましたね。で今回も相当ビビりながら来て、近くさん、ちょっと荷物持ってないですよねみたいな。荷物チェックから入ってた。いや、じゃあ半々ぐらいでペヤングだろうなって思ってきてますよ、多分、うん。いや、すごいな。めっちゃビビってたもん。いや、そりゃそうでしょ、うん。ちなみに今回はその何会だったんですか？もう適当なランチ会。普通にランチ会で。そういう時その誰がやろうって言い出すんですか？やっぱヒカクさんですね。やっぱヒカクさんか。うん、あ、じゃあちょっと久しぶりランチをっつって、ランチを、はいはいはい、警戒してたんです。相当ビビってる、うん。じゃあもう今日は普通にランチして、じゃあみたいな、ランチして、そうそうそう、みんなで、うん、小原さん家行って、あ、小原さん家遊び行って遊び行って、ちょっとお茶して、お茶してね、はい、うん、はい、いいっすね、たまに集まるのいいっすね。確かに、まあなんかコメショーもボンさんも、うん、ね、結構やっぱこう、なんて言うんだろう、男子校ノリじゃないですけど、はいはいはい、近いですよね、ノリが。そうね、前夜のみんなたちとね。義賊さん、そう、義賊さんが誕生日だったから、そうそうそう、お祝いも兼ねて、お祝いも兼ねて、はい、お祝いのプレゼント持ってたのはヒカクさんだけでしたけど。今日もご視聴ありがとうございました。よければ他の動画もご覧ください。最新動画もチェック。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。